どうも、ノクさん、お疲れ様です。いつもお世話になります。え今回はですね、VOC でしたっけなんかココナッツオイルかなんかの紹介をいただきまして。というのがね、こちらの方受け取りましたんで、あいよいよ私もちょっと試せるんだなと思いまして、ちょっとワクワクしているところでございます。ただですね、ただですよ、これまだ私の手に入ってませんので、まだもうちょっとレポートは先になります。 朝あさってあたりには受け取れるんじゃないかなと思いますけどもねはいなんとかね4月新しい挑戦に2つこちらを使わせていただきますそうお互いにねアンチエイジングとかね若くいたいですしねかっこよくいたいなと健康でいたいなっていう気持ちは共通のものだと思いますしそれを広めて同じように、うん、アンチエイジングとか健康にお悩みの方に何かねお手伝いができればなと思いますよねで私たちは 特別なあ、アンチエイジングの、なんかね、ヨガスキルとかね、まあ、そういったものがあるわけではないので、こういった、あまあなと言いますかね、えー、お薬ですとかね、機材に頼っていくってところ、まあそういった方法もあるのかもしれません。ですのでね、神サプライズもしっかりですけども、新しいこうサプリメントとかね、そういうのを、まあ、私の方としてはね、広めていきたいなという気がします。まあもちろんビジネスをやりながら、 稼ぎながらね広めれれば一番いいんですけどもあのぶっちゃけそこまで焦らなくてもいい立場じゃないですかもうこれで生計立っていくんだっていうところまでいかなくてもいいんでいやらしくなく深追いせずにあ自分は良かったよみたいな感じでこうねやんわりと広めていければちょうどいいのかなと古代広告にせずにも済む立場ですからね私たちはねでシンプルに効果が感じれなかったらただ自分は合わなかったけどもでも 効果が出まましたたって人はたくさんいますよ。個人差もありますしね。それから、いくらだったら安いのか高いかっていう、その相対関係もありますと。で、基本的に高いものは良いものですよ。安いものが良い,いものだと、高いものが売れなくなっちゃいますんでね。やっぱ研究開発費とか、あと、 個体差ですよね。量産するような仕組みができていれば、それは多くの方に支持されている、もしくは支持されるという見込みがあるという、元で量産してますんで、価格が下がるけども、量産体制に入ってないものとか、あとは成分的に量産ができないものとかね、そういうのもありますんで、単純に価格で比較はできませんけども、だけども基本的には安いものよりも高いものの方が効果が高いし、期待が持てるというのは、まあ変わらないと思うんですよね。はい。じゃあ、こんな感じでね、 え今日は以上ですけども、ちなみにあの、花粉症ってあるじゃないですか。花粉症、花粉症と私言いますけども、あの、世の中の多くの方って、花粉症というね、医師の診断書があるわけでもないのに、自己判断で花粉症というふうに思っていたり、人のことをすぐにね、あ、花粉症ですね、とか言いますけども、あれって何なんですかね。もちろん花粉症がないとは言いませんけども、何なんでしょうね。<laughs> はい。ということで、えー、以上でございます。花粉症につきましてはまた別の機会にお話ししていこうかと思います。じゃあ、ノックさんありがとうございました。